コースティックの弾みと板の硬さ、打球感をレビューします。福原愛選手使用の卓球ラケットです。アコースティックの弾みはかなり5枚合板の中では弾みがかなり強い方です。ミッドファーストやや強めといった感じです。思ったよりもボールが飛び飛距離が出ます。ボールをまっすぐ当てた時はかなり飛距離が出て弾みが強いです。ボールに回転をかけるように打つと直線的に当てた時よりも弾みは控えめというかコントロールしやすくなります。板がしなるのでこう回転をかけに行った時そこまで弾みすぎることもなくボールを持ってくれる、しなりによってボールに回転がかけやすいという特徴があります。まっすぐ打つと普通の5枚合板ラケットよりも弾む感覚があり回転をかけるとしなりによってかなりの回転がかかります。非常に特徴的な5枚合板となっています。この弾みが直線的な弾みと回転をかけた時のスピンの弾みこの2つの弾みがしっくりきてもうアコースティックじゃなきゃダメだという人もいますし逆にちょっと飛びすぎて使えないという方もいます。なかなか他に同じような性能の卓球ラケットが見当たらないかなり個性的な特徴の卓球ラケットとなっています。福原愛選手仕様のとても高性能な
卓球ラケットです。